皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は安倍元首相がお亡くなりになってから初めて安倍派の会合が行われました。そこで安倍派は今後どうなっていくのか、安倍派の今後によって岸田政権と自民党に非常に大きな影響を与えます。そして今後安倍派が割れて高市派ができる可能性もありますので、安倍派は一体どうなっていくのか、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではまずはこちら NHK の記事です。自民安倍派、公認会長を置かず現体制維持、幹部が派閥運営へという記事です。それではですね、安倍さんがお亡くなりになってから初めて安倍派の会合が行われました。19日夕方、幹部や中堅若手の代表らおよそ20人が党本部で会合を開き、今後の派閥の運営について協議を行いました。そしてこの中では安倍氏の意思を継いで一致結束すべきだとして、当面安倍派の名称は継続して公認の会長は置かず、現在の体制を維持するとともに塩谷氏と下村博文氏の2人の会長代理を軸に、幹部が話し合いをしながら派閥を運営していく方針を確認しました。つまりですね、こちらウィキペディアの安倍派清和政策研究会のページです。現在の役員ですが、会長代理が塩谷氏と下村氏、そして参院の会長が世耕氏、事務総長が西村氏、最高顧問が江藤氏と山崎氏、座長が山谷氏ということになります。そして副会長もいますが、この人たちで運営していきますよと。そして組織通りに会長代理が頭になりますよと。つまり岸田首相と交渉するのはこの二人ということになります。そして安倍氏あっての派閥であり、安倍氏が政治にやり残したことをいかにまとめるかが大事なので、当面は安倍派とする必要がある。少なくとも国葬が済むまでの間は今の体制で進んでいくと述べました。非常に重要なことを言ってます。少なくとも国葬が済むまでの間は今の体制で行きますよと。政治はカレンダーだとよく言われます。なので、もう動くのは国葬の後ですよということを言ってしまっているということになります。続いては時事通信です。安倍派は塩谷下村体制にと。で、この会合に出席した人は、もちろん幹部らは出席してます。塩谷氏は自身がまとめ役になるとしつつ、派として結束が大事だ。安倍氏が作った体制を継承しようと提案。それに全員が賛同しました。そして出席者からは分裂だけは避けようとの声が上がり、そこで下村氏が一致団結していこうと呼びかけたそうです。なので、これはですね、とりあえずは国葬が終わるまでは分裂だけは避けましょうねと、それだけは一致したということになります。なので、国葬が終わればどうなるかわかりませんよということにもなります。続いては毎日新聞です。ドーハは注目の一致する後継候補がいない中、新体制に関する派内の意見集約が急務となっていました。そして安倍氏の死去直後には、有力幹部7人による世話人会を設置し、集団指導体制に移行する案も派内で浮上したが、混乱を招くだけだと批判が上がりました。なので、この7人の体制は一応なくなったということになりますが、実質的にはこの役員で決めますよということになると思います。なので逆にもっと混乱するんじゃないかなと思います。そしてですね、意見が割れますと、じゃあどっちの意見につくんだと、もう今大河ドラマでやっている鎌倉殿の13人と全く同じ感じになりますよね。なので余計に分裂のリスクが上がったんじゃないかなと思います。そして塩谷下村両氏ら執行部は、昨年秋の安倍会長就任時に起用された現体制が安倍氏の意向であるとすることで、派内の不満や動揺を抑え込みたい考えだということです。なので国葬までは現体制でやりますよということになりました。そして9月初旬にも想定される内閣改造党役員人事を前に派の分裂を回避するため、現状維持を優先した形だが、安倍氏に近かった幹部の一人は、塩谷下村氏二人で全てを決められるわけではないと牽制するなど、早くも異論が出ていると。
そりゃそうでしょうね。この塩谷下村の二人というのは全くもってリーダーシップがないのでできるはずがないですよ。なので最初の関門はこの内閣改造と党役員人事です。この人事案を岸田首相から打診を受けるのがこの二人になりますので、その打診をこの二人が持ち帰って派内で調整をすると、その調整をするときに意見が割れると、そこで誰がどっちにつくんだということになると思いますので、そこで安倍派が今後どういうふうに分かれていくのかというのが見えてくると思います。そして国葬まで持たせると、その後に安倍派は分かれていくと思います。そして党内最大派閥を率いる次期会長の本命が不在という状況に、ある幹部はいずれは歯を割る人が出てくるだろうと話しているそうです。そりゃそうなると思います。もうですね、94人いるので残念なんですが当然歯を割る人が出るでしょう。しかしそれが希望となるかもしれません。続いて NHK の記事です。安倍元首相の国葬は9月27日実施で最終調整です。なのでこの9月27日以降自民党が割れる可能性があります。なので岸田政権もですね、非常に政権運営が難しくなってくると思います。続いてはニュースポスト7の記事です。自民大分裂へ、前編です。安倍氏が残した2つの政治基盤はどう受け継がれるかという記事です。まずはコアな保守層が逃げると、権勢を誇った政治家の死後、熾烈な権力争いが起こるのは古今東西を問わず世の常だ。自民党でも凶弾倒れた安倍元首相が率いた最大派閥安倍派の後目争いが始まるのは間違いなく、最大派閥の動向は岸田政権ひいては日本政治の行方にも関わると。そして有力視されている後継者候補は安倍派四天王と呼ばれる、いやこれ呼ばれているかどうかちょっとわかりませんが、下村博文氏、萩生田光一氏、松野博一氏、西村康稔氏の4人プラス派閥の創始者である福田赳夫元首相の孫で派閥のプリンスと呼ばれている福田達夫氏、その5人と言われています。しかしですね、この松野博一氏、ジャーナリストの加藤清隆氏によると安倍氏の国葬に反対したそうです。なので松野氏はないということになります。そして安倍氏が総裁選で推した高市早苗政調会長は無派閥のため次期会長争いには加われないと。しかし今後高市さんの動きが非常に注目を集めることになると思います。それはですね、生前安倍さんと参院選の前に高市さんを慕う人たちと高市勉強会を開きたいと相談されてました。しかし参院選の前だと政局を起こす可能性があるので、参院選の後ならいいんじゃないかと非常に安倍さんは喜んでおられたそうです。なのでもし安倍派が割れるようなことになると、高市グループもしくは高市派ができてもおかしくはないということになります。なので高市さんは重要人物ということになります。その四天王の中で最初に声を上げたのが下村氏です。国葬について安倍さんは国葬に匹敵する歴史的な足跡を間違いなく歩んだと BS 日テレの番組で総功績を称え国葬で送ることを主張しました。だが後継者選びはすんなり決まりそうにはない。政治ジャーナリストの野上忠興氏が語る国葬論の背後には、葬儀を仕切る者が後継者争いで有利になるという思惑が覗くと。これにつきましては実は国葬の前にそういった動きがありました。こちらフライデーの記事です。銃撃事件の翌日に安倍家で起きておりました。実は安倍さんのご自宅で弔問客が来て入室して違和感を覚えましたと。そこで見たのはなんと西村康稔氏が遺族側に座って対応されていたと。そして塩谷康稔氏もいましたが遺族席ではなく少し離れた席に座っておりましたと。それが普通ですよね。しかし西村康稔氏のみ遺族側に座ってましたと。でその理由としますと、西村康稔氏の地元は兵庫です。で事件が起こった後すぐ奈良の病院に向かいましたと。そして安倍さんの最後も見取っております。でその流れで西村氏は安倍派の事務総長でもあるので弔問仕切る役となったと。なのでその流れで遺族側に座ってたのではと言われてますが、しかし西村氏は安倍元総理の最後の様子の説明役だが温厚な塩谷氏を差し置き、
安倍派の代表のような顔をして立ち振る舞っていたそうです。そしてそういう独善的に振る舞う西村氏の姿を見て、なんと二階派の武田良太氏が声を荒げたという話が流れたと。しかし取材ではご遺族の前で声を荒げるような真似はしませんと否定されておりました。それだけ西村康稔氏が出過ぎた真似をしていたということになります。なのでですね、この葬儀を仕切る者、西村氏が出過ぎた真似をしていたということになります。そういった人間というのは誰もついてこないということになりますので、西村氏は後継者になれないでしょう。そして総裁選に出馬できなかった下村氏に歯をまとめる力はない。最も力をつけているのは萩生田氏だが、四天王の中で一番当選回数が少なく、こちらも派内がまとまらないと。そして松野氏は岸田首相から官房長官に一本釣りされて派閥との距離があり、西村氏は安倍派事務総長で後継者選びを進める立場、福田氏は将来の会長候補ではあるが、当選4回でまだ政治実績が足りないと。そしてフライデーの記事ですが、塩谷氏は選挙区で負けて比例復活しているので当然リーダーにはなれません。そして萩生田氏は牛ちゃんと呼ばれ、若手から支持を集める萩生田氏が一歩リードしている印象だが、故にベテラン組他の候補が反発し事態の収拾がつかない恐れがありますよと。で戻りまして、5人が本気で争えば派はバラバラになりかねない、当面会長は空席にして集団指導体制で行くしかないでしょうと。そしてトップが空席のままなら最大派閥の力は弱まる。それを見越したように前出の下村氏は岸田首相にこうブラフをかけております。岸田首相はリベラル系、自民のコアの保守の人たちを安倍さんあるいは清和権が掴んでいた。それを疎んじることになったらコアの保守の人たちが自民から逃げるかもしれないと、そういうふうに岸田首相に脅しをかけました。しかしその言葉はこれから自民党に起きる大きな波乱を示唆しております。ここで出てくるのが菅前首相です。菅氏中心の政治体制、安倍氏は再登板以降自民党の支持基盤を大きく変質させてきました。従来の支持層の伝統保守や業界団体に加えて安保政策の高い路線で若い保守層、急進的な保守層、さらに日本会議など改憲推進勢力を取り込み、経済政策ではアベノミクスという改革路線でベンチャー経営者などを引きつけ、安倍応援団と言われる独自の支持基盤を築いたからだと。なので今の岸田政権の支持率というのは安倍さんを応援する支持率と言っても過言ではありません。その力で自民党政権を安定させ安倍長期政権の岩盤となりました。しかしそうしたコアの保守の多くはいわば安倍氏個人の支持層であり、下村氏が言うように安倍派が掴んでいたわけではないと。これはちょっとおかしいですよね。下村氏は安倍さんあるいは安倍派が掴んでいたと。なのでこれはちょっとおかしいですよね。そして安倍さんが亡くなったことで保守層が自民党から離れていく可能性は十分にありますと。早くもそうした傾向が見える。保守勢力の動向に詳しい宗教問題編集長の小川氏が指摘する。安倍派の後継者候補の顔ぶれを見ると安倍さんの支持層だったコアな保守を引き継げる人はいません。自民党内で強いてあげれば高市氏ですが、まだとても安倍さんのような求心力はない。これはその通りだと思います。しかしですね、高市派ができれば求心力は出てくるんじゃないかと思います。そして今回の参院選では参政党など保守派のミニ政党が乱立し、求心保守の票の一部が流れた。これまでは安倍さんの存在がそうした票を自民党につなぎ止めていたわけですが、その死によって岩盤保守はリベラル派の岸田自民党を離れようとしている。安倍応援団の多くは支持する先を失って、次の保守リーダーが現れるまで潜在化するのではないかと。つまり次の保守リーダーが現れない限りはそこに潜ってしまって出てこないと。ということは現れれば全部持っていけるということになります。なので高市さんにはチャンスが訪れているのではと私は思ってます。そして安倍氏のもう一つの実績が従来の金融財政政策を大転換したことだ。この改革路線の思想を引き継ぐのが安倍政権の官房長官として共にアベノミクスを推進した菅前首相と日本維新の会の勢力と見ていいと。しかし私はこの日本維新の会はちょっと違うかなと思います。
なので菅前首相ということになります。そしてこの菅前首相は新たな政策グループの結成準備を進めております。そして参院選後に結成すると言われてましたが、安倍さんが亡くなったことですぐにはやりませんと言われておりました。そこで菅さんが一体どう思っているのか、ジャーナリストの長谷川幸宏氏が安倍さんが亡くなった日の夜、菅さんと話をされたそうです。菅さんに安倍さんの意思を継いでほしいという話をしました。しかし答えはネガティブでした。菅氏自身に再登板の気持ちはない、むしろ菅さんがこれからやろうとしているのは政策で一致するグループ作りです、そして若い政治家を応援すると言っていた、それなら派閥ではないから菅政策グループには安倍派の議員も維新の議員でも参加できるわけですと。菅さんというのは維新にパイプがあるので超党派のグループ作りができるということにもなります。これを前提に考えると、菅さんが思い描いているのは安倍改革路線を引き継ぐ保守勢力をまとめ、そこに安倍派の政治家や維新の政治家が加わり、菅氏を中心に改革を推進していく、そんな新たな政治勢力づくりではないか、権力の座はその中の誰か、有力な議員が担えばいい、そういうイメージだと思うと。そして安倍氏が残した政治基盤のうち、改革路線とベンチャー経営者などの支持層は菅氏を中心とする改革派グループが受け継ぎ、憲法改正や安保政策とコアの保守層の一部は自民党高派が継承しようと動くなど、二つの流れに分かれようとしているのではということになります。つまり改革路線と憲法改正と安保政策、この二つの流れに分かれるのではと予想されております。続いてニュースポスト7の後編です。岸田政権は一体どうなるのかと、再選に対象して黄金の3年間を目指す岸田首相にとって、そうした安倍支持層の分断と最大派閥安倍派の弱体化は好都合に見えます。そしてキングメーカーとして政権運営に口を出してきた安倍氏の不在は首相の力を強めると思えるからだと。だがジャーナリストの田中義嗣氏は、岸田氏の政権運営は逆に難しくなったと語ります。岸田総理は目の上のたんこぶのような存在の安倍さんがいなくなったことで自らの政治を進めやすくなったかというと、必ずしもそうではない。今までは政治判断で争点が生じた場合には安倍さんの了解を得る、もしくは報告をすることで安倍さんのお墨付きを得たと党内を抑えてきたが、それができなくなったと。そして参院選の勝利も自民党内では早速、勝ったのは岸田総理の力ではない、安倍さんの弔い合戦で票が集まったおかげだと、そういう声が非主流派議員の中で上がっているそうです。そして岸田首相がこのタイミングで安倍路線を転換し、政策に岸田色を出そうとすれば、党内から安倍さんが亡くなった途端に好き勝手やり始めたと批判が吹き出すのは明らかだと。それは当然そうなると思います。なので岸田首相はこれまで以上に旧安倍勢力に気を使わざるを得ないと。それを物語るのが参院選後の記者会見だ。岸田首相は安倍氏の思いを受け継ぎ、拉致問題や憲法改正などご自身の手で果たすことができなかった難題に取り組むと強調しました。なので岸田総理は当面安倍後継のポーズを取り、自民党を抑えねばならない。安倍さんが亡くなった今でも安倍さんの存在を強く意識せざるを得ない状態に置かれているということです。まあそうなるでしょうね。ある意味かわいそうといえばかわいそうです。しかしそれが可能かどうか、党内の情勢は混沌としております。自民党の支持層のうち、経済界や従来の保守層、いわゆる保守本流は岸田政権を支持するだろうが、安倍氏を支持した岩盤保守は岸田総理と肌合いが良くない。いくら安倍後継のポーズをとっても、この勢力を味方にはできないのではないかと。なので、この岩盤保守層を捕まえた政治家こそが、本来の意味で安倍後継として岸田総理の前に立ちふさがることになると。つまり高市さんがこの役目を担いそうな感じになりますよね。なので大事なのはこの岩盤保守層ということになります。そして岸田首相が安保政策や金融財政政策について本格的に安倍路線からの転換に踏み出したとき、菅氏を中心とする改革派勢力、高市氏らの高派勢力は一斉に反旗を翻し、自民党大乱に向かう可能性があると。こうなったらすごいですよね。しかしですね、
この安倍路線の転換、一番やりそうなのが財務省ですよね。財務省というのはそういった政局全く考えてないと思います。プライマリーバランスを黒字化したいと、それしか考えてませんので、岸田首相をそそのかして増税路線、やりそうな感じはありますよね。そして宮沢喜一と同じ鉄を踏むのかどうか、岸田首相もそうした未来を警戒しているようだ。安倍氏の葬儀当日、読売新聞長官には、秋にも行われると見られる内閣改造で、反岸田勢力の旗頭である菅氏を副総理に迎える案が政府内で浮上していると報じました。事前に反乱の芽を摘んでおこうという岸田首相の思惑が丸見えです。ちなみにこれは5月にもありました。こちら環境新聞です。5月18日、菅前首相副総理兼カーボンニュートラル担当相に就任かと、菅勉強会を参院選後に先送りするのを見返りに、このポストはどうですかと、自民党と経団連の提言を受けて、そう声をかけたそうです。しかしこの時は、こちら MI 通信のツイートです。この報道について菅前首相、政策としてはカーボンニュートラルを推進していきたい。役職としてやるのではなく、一議員として支えて前に進めていきたいと、蹴りました。ちなみに菅さんはですね、岸田首相を評価しておりません。どうしてかというと、こちらの本に載っておりますが、菅さんの番記者だった日テレの柳沢氏が本を出されておりますが、その中に、第二次安倍政権で安倍さんが退陣するときに、菅さんが総裁選に出るかどうかのときに、このまま私が出なければ、岸田さんが総理になる可能性が高い。それでは国のためにならないと。そして麻生さんとか安倍総理とか一部の人で決めて岸田さんを総理にするというのはおかしいと思うとコメントされております。そして柳沢氏曰く官僚の言いなりになる岸田さんは総理にふさわしくないのであと、つまり菅さんというのは官僚をいつもグリップできていた人ですので、言いなりになる岸田さんでは国のためになりませんと、そういうふうに言われていたので、わかりませんが、当然、岸田首相の下について副総理になることはないのではと思われます。そしてこちらの本については説明欄に Amazon のリンクを貼っておきます。非常に菅さんのことがよくわかる本です。なのでですね、次の内閣改造でもそういう話があると思いますが、おそらく菅さんは蹴ると思います。こちら読売新聞の記事です。その時の記事です。菅氏は無党派議員の2グループ、ガネーシャの会ですね、計26人に影響力を持ち、二階派42人、そして森山派7人に影響力を持つと、つまり75人の人数に影響力を持つということになります。そして首相は8月下旬にも行う内閣改造党役員人事で、菅氏を副総理などで迎える案を温めていると、おそらく蹴ると思います。そしてそれを蹴れば、自民党内には政局を予感して激震が走るはずだと、かつて似た状況がありました。宮沢喜一政権、宮沢喜一氏も宏池会です。その1992年、時の自民党最大派閥竹下派の会長で、政界のドンと呼ばれた金丸信副総裁が不祥事で議員辞職すると後目争いが激化。最大派閥の分裂が引き金となって、自民党から離党者が相次ぎ、宮沢首相は事態を収拾できないまま総選挙で過半数割れして退陣、非自民連立の細川政権の誕生という政界再編につながっております。そして、岸くも岸田首相はその宮沢氏以来の30年ぶりの宏池会現岸田派出身の首相となってますと。なので、政界のドンの氏は、岸田氏に宮沢氏の同じ鉄を踏ませることになるかもしれませんと。面白くなってきましたよね。全くこの宮沢喜一政権と状況が同じですよと。なので、岸田首相にウキウキ感がないということになります。なので、第一関門は、この内閣改造ですね。8月下旬から9月上旬の内閣改造、そして党役員人事でどんなことが起こるのかと、その人事案で安倍派の中がどうなるのかと、そこが第一関門、そして第二関門は国葬の後ということになります。もうこの人事の時にある程度
流れができるのではと思います。なので皆さん、8月末と9月上旬、そして9月27日の国葬まで、自民党の中は非常に荒れると思います。そして水面下で動いていくと思いますので、新たな情報が出てきましたらまた動画をアップしていきます。なのでよろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。